コーディングの時はどんな感じですか？バッチリですね。バッチリですよね。楽しかったです。楽しかったです。逆ですね。歌ってみてどうですか？思ったより歌いました。思ったより全然あの尾身さんのご指導がすごくあの分かりやすかったのでそのままやっただけなんですけど。で体の調子はもうバッチリ。もうバッチリです。もう治りました。最高ですね。最高です。一番いいですね。みきこちゃんの歌を聴いている人たちにもしメッセージがあるなら。誰に向かって書いたの？1曲目は誰にっていうか、うん、どんな気持ちで書いた？応援ソングなんで、これはまあ自分に対してもそうだし、なんか震災とかもあったし、あとはなんか自分に自信がない人とか、なんか変わりたいなと思ってる人たちに向けて書いた曲ですね。なんかどんな人にでもなんか応援したくなる人っているじゃないですか、周りに。そういう人のことを思って。人は変わるとどうなるんだろうね。いや自信がつくんじゃないですか。でなんか、まあ、いろんなことに感謝できるようになるから、うん、そしたら満たされてくるし、いろんな人になんか優しくできたりとか、うん、結局自分が満たされてないと人に優しくもできないし、うん、なんか満たされない満たされないってばっかり言ってる人って多いから、うん、まずは感謝して満たされるべきじゃないかなと思って自分が。なるほどね。3曲目は、うん、両親に向かって書いた。そうですね、もう思いっきり両親の感謝の気持ちを死に、あの普段伝えることがないので、うん、病気になってから余計なんかその感謝の気持ちとかすごい感じるようになったから、うん、振り返って、うん、書いてみました。普段は言えない。普段は言えないですね。あの、ありがとうっていう言葉はすごい意識的に使うようにはしてるけど、でもそれだけじゃやっぱ伝えきれないこととかもあるから、そういうのはやっぱ詩に書くと結構素直に書けたりするんで。なるほど、ね、すごい楽しかった。作詞はすごい楽しかったです。初体験では。そうか、今日どう、自分の詩を何自分オリジナルの曲使ってもらって乗っかって、それを歌うってどうよ。最高ですよね。もう死んでもいいですもん。いつ死んでもいい。あ、それが気持ちいい。この日のために生まれてきたんで、うん、もうレコーディングができればもう本当このマイクとかもすごい憧れのマイクなんで本当に。あ、有名なマイクだ。いや、なんかこういうのありますよね。こういうなんか、うん、これはよくわかんないけど、なんかこの、網、そう。網がついてるやつ、ね。網がついてる、ね。ヘッドをしてやるのはなんかすごい憧れだったから。なるほどね。叶いました。うん、夢が。今の2曲目の最後を撮った曲はどうだった？いや、よかったですよね。ミーチャーウィング。結構ギリギリに完成してきて、うん、なんかここまで楽しく歌えると思ってなかったんで。うんうん、自信もすごいしっくりきたし、昨日夜ちょっとおさらいしてて、なるほどね、すごいいいなと思って、よかったです。ありがとうございます。よくできたよね、1ヶ月で。ここいや本当に、もう全てが尾身さんなんだけど。いや本当、尾身さんの返事が早いっていうか、曲の本当にもうすごいイメージ通りで、もうびっくりして、ね、ただ一番最初に、うん、聞いた時はどうしようかな、大丈夫かな、ちょっとどうしようかなって思います。尾身さんに真剣に何作詞をいじっていただき、でも歌いますよ私、あの最初の最初のやつ、最初の人生をうまく生きるわよ、あそこだ。え、何か聞いてくれる、最初の今の曲。これ一番最初から一生懸命やる、ずっと何に何を落ちたらよいか、未来の光が見えてすごいよくなりましたね。やるより一生懸命やる、聞かせなくなるよ、効果とかだったらいけんじゃない。どっかの学校でさ。
さあ、みんなで歌おう。いや、そういう、でも俺なら歌える。夕日に向かって走ろうみたいな、夕日好きなみたいな、嫌だ。みんなら歌えるよ。みんなすぐ覚えてる。コロスやる。